わからないか。いつそれを警戒しました。まさか、あの時。藤原、この男は聞いてください。はい。いいか、藤原。一つだけのアドバイスをくれてやる。負けておけ。嘘だろ。はっきりすんな。疲れさせろ。圭介に任せてくれ。もうすぐはおめえの番だよ。わかるんですか。ショーを頑張ろう。それはかな。でも昔で昔、これは今俺の問題。あいつは、そしてこいつのロータリーロケット。とうとうボスキャラが出てきやがったな。簡単には勝たせてくれない相手だが、任せたぞケスケ。俺は確信を持って送り出しているんだぜ。成長の証を見せてみろ。ああ、見ていろよ兄貴。関東最強最速プロジェクト D の伝説は俺が作る。俺は俺のやり方で行く。 D のエースは俺だ。こんな微妙なアクセルワークにトライするのは初めてだ。ついてこれるもんならついてきてみろ。この FD、 たくさんのパワーを持てた。そしてこのエロ、このマシンは本当全然違う。コーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。藤原にばっかりいいとこ持ってかせられねえ。彼はまだ俺の最強のターゲット。高橋圭介はもっと変わってすぎる。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方次第で随分差が出るんだ。さすがについてくるか。前の俺なら切れてたかもしれないけど、ことんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。全身全霊をかけて右足の動きに集中しないとだ。焦るな、体を節約。今日の FD はいい感じだ。ストレートは言うならバカでもできる。こっちだってだてに理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論。綺麗に走れてる時は確かに速いけど、一旦それが乱れた時は脆さが出るようだな。そっちがその気ならバカに付き合ってやる。どっちも同じはずなんだ。なんだそりゃ。これで決まりだ。このスウィンチャージは外れないを確認します。落ち着け。この声、あの時、あれは最高のコーナーでは。同じポイントで上げても向こうはスムーズに行くのに、こっちは無駄なスライドが出る。
るな、感化するな、とにかくクールになれ。次のコーナーは全ての終わりだ。大誤算だぜ。俺が選んだ D のダブルエースをことごとく撃破するとはな。俺今嬉しさ半分悔しさ半分なんだ。ここまで戦えたことに対しては自分でも満足してる。今の俺にできることはやり尽くしたからな。やっぱすげえよお前は。